さあ今日はブルーウェーブトップに入りました鈴木、左バッターボックスに入りました。まず初球を打ちました。一塁側、その西武の勢いを止めるためにもまずは先取点が欲しいですよね。そうなんですね。その鍵はやっぱりこの鈴木に行くんじゃないですかね。いずれもこのグリーンスタジアム神戸のマウンドに立っています。ショートは田辺、ワンアウト。打線ですね、今一つ振るわない原因というのはどのあたりにあるんでしょうね。そうですね、やっぱり固定した打線が組めないっていう固定、それからクリーンアップの固定、そういうものができてこないとなかなかつながりとかいろんな面でやっぱり難しいと思うんですよ。随分違った形になってますよね。そうですね。スイングアウト、きっかけなんか非常にうまく打ちましたよね。うまく打ちましたよね、はい、そしてバッターは石峰。大事になると思うんですね、はい。前回5月に これは外の、さあフルカウント、これは一塁してほしい、まずはヒットということですね、ええ、結果がそれがホームランであればもっといいことなんですけどね。ツーナッシング、まあ、確実に出るようになる、そういうバッターになってほしいと思うんですけどね。確実にものにするっていう、そういう攻撃ではダメですね。インコースわずかに派のサイン、シグナルの交換です。バッターは藤井、空振り、取り返しが来るんですね、はい、さあこの回は2回は神戸から始まります。ワンエン今のところですね、神戸はやはり調子があまり良くない、結局は3割を打った外国人ですから。際どいボール、2エンド2っていうバッターじゃないですからね、はい、やはり打ちとしたらチームですとすればやはり少しでもランナーの塁に出てもらいたい。本を話すときというのは本当に寝るときだけじゃないですか。石毛が追っていきますが、さあ今度が10球目、146キロ。でもたくさん投げさすっていうのも一つの戦法だと思うんですよね。はい、小川というショートの選手がいるんですが、小川に代わってここ数試合、スグロが入っています。はい。やはり下位打線になってきましたらね、決め球というか勝負球はストレートが多くなってきますね。やっぱり力のない球、バッターにはそういう攻め方してますね。なるほど。これも球速に負けています。彼なんかが先ほどの、ね、大塚君のような西武のやはり足を生かしたバッティングというのを、はい、のものにしてくれればいいと思うんですけどね。この人も足のあるバッターです。これも変化球、セカンドゴロで、最初はスイングアウトの三振でした。さあ矢野さん、長谷川がなんとかその踏ん張ってますから、打線が今度は援護してあげたいですよね。そうなんですね。先にこの応援団席、あ、藤井コールはグリーンスタジアムのライトスタンド、
スイングアウトの三振。本当のそういう無意識のうちに出た、それがたまたま結果がヒットであった。さあ、名手辻。先ほども言いましたけどね、気温が上がってきてますからね。じゃあもうだんだん後半疲れてくるはずですね。はい、ああ、スライダー。ワンエンドは気温が上がっているものと思われます。呼吸8つ目、